汝、剣をもって己を語る者、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開か。ここに記憶のかけらと祝福を与える。そうですか、もうカルバードに帰ってしまわれるのですね。ああ、向こうの仲間に仕事を任せきりだからな。ま、これも永久遊撃士としての社会的責任というやつだ。ふん、なるほど。できれば残っていただきたいところですが、そう言われては仕方ありません。それでご帰国はいつです？こうなると早いに越したことはないからな。できれば明日にでも立とうと思っているんだが、共和国行きのチケット1枚手配してもらえるかい？それは一向に構いませんが、キリカさんには挨拶されていかないんですか？いや、俺もそのつもりだったんだが、実は党の本人に釘を刺されちまってな。そんな暇があるなら早く共和国に帰れだとさ。そうでしたか。それは是非もありませんでしたね。まあいいとするさ。別にこれっきりというわけでもないしな。まあそれもそうですね。それにどうやらお二人には切っても切り離せないご縁があるようですし。ただの腐れ縁とも言うがな。さてと、名残惜しいですがそうも言ってられませんね。それでは早速チケットを手配しましょうか。おや、通信のようです。失礼。はい、こちら遊撃士協会グランセル支部。はい、はい。ちょうど来ていらっしゃいますが、ジンさん。ん？どうしたんだ？共和国大使館のエルザ大使からご連絡です。なんでも、ジンさんを温泉旅行に誘いたいとか。はあ？エルモ村か。久しぶりに訪れたが、やはり風情のある場所だな。そうね。ここは私たちの故郷にも似ているから。はあ、しかし本当に焦ったぜ。話を聞いた時はよもやエルザ大使と二人きりの旅行かと思ったからな。あら、ジン、残念そうね。なんなら私はここで引き返してもいいんだけど。あ、あのな、差し物俺も大使は対象外だ。第一、大使はお前にこそ用があるって話なんだろ？
この程度の冗談で動揺するなんて相変わらずね。少しは気の利いた返し方ができないのかしら。ふん、まったく相変わらず容赦がないな。リベールの遊撃士連中もよくついてこられてるもんだぜ。まあこんな態度はあなたにしかしてないからって言われたら嬉しい？嬉しくない。あら、お二人さん、お待ちしてたわよ。どうも大使さん。お招きいただいて恐縮です。あら、ジンさん、落ち着かない様子だけど何かあったのかしら。え、あ、大使さんの気のせいでは？なんと言っても美女二人との温泉旅行、落ち着けるわけがないものね。おい、キリカ。そうね、私ももう少し若かったらジンさんのことを放っておかないんだけど。え冗談はさておき、まずは夕食にしましょうか。今夜は魔王女将自ら包丁を振るってくださるそうよ。堅苦しい話については食後の一服ついでということで。ああ、その考えには賛成だ。では、行きましょう。要するに共和国に新たな情報機関ができるわけですか。ええ、大統領の主導で間もなく設立される予定よ。通称ロックスミス機関。その名の通りロックスミス大統領の直属に置かれることとなるわ。ほう、大統領の。なるほど。つまり組織運用が議会に左右されないわけですね。その通り。決定を先送りにし、組織をフルに活用できない悪癖ともいえる体質、一部の特権者たちによる悪質かつ不透明な組織運用、そんな問題を抱える議会から権限を切り離したことが本組織の一番のポイントね。ふん、それは興味深い話ですな。確かにエレボニアの軍情報局やリベールの旧情報部に比べても従来の組織は見劣りしますからな。ええ、共和国は何につけても統制のなさがネックだから。ま、そこは移民を受け入れてきた国の差がとも言うべきかもしれませんな。しかし何より驚いたのはあの大統領が積極的に働きかけているってことですか。これまでの政策を見る限り、てっきり保守派とばかり思っていたんですが。まあ、それは現在置かれている共和国の情勢を考えると、うなずけるかもしれないわね。拡大を続けるエレボニア帝国、それに国内に潜伏する過激派絡みのテロリスト集団、挙句の果てに結社などという得体の知れない勢力まで現れた。もはやこうした情勢にただ指を加えて見てるだけにはいかないでしょうから。ええ、そうね。何にせよこれからの時代はより柔軟な対応が
常に求められることは疑いないわ。と、ここまで話が長くなっちゃったけど、そろそろ話を本題に進めさせてもらうわよ。ああ、キリカに話があるってことですが。それで、用意したポストは？え？さすがと言うべきかしら。大統領の直属にして国内外の情報収集と分析を一手に引き受ける情報機関、あなたにはぜひともその一員となって共和国のために働いてほしいの。それにあたってあなたには室長クラスのポストが用意されることになっている。これは大統領閣下自らのご意向よ。そういう話か。しかしどうしてまた大使さんがそんな話を。本来こういうのは各地に出向いているスカウトの仕事なんだけど、ロックスミス氏とは随分昔からの馴染みでね、キリカさんのことは個人的に頼まれちゃったのよ。なるほど。私をスカウトする理由は？あら、そんなことをわざわざ私に言わせるつもり？もちろん、タイト流の奥義開伝としての腕前も理由の一つではあるけど、それ以上に欲しいのは、あなたがギルドの受付として示した卓越すべき情報処理と分析能力よ。それは新たな機関において何よりも必要とされる才能だわ。事情は分かったが、現役の遊撃士を目の前にしてギルドの人員を引き抜きとはね。なかなかどうに言ったことをしてくれるじゃないですか。あなたほどの人なら立場にとらわれることなく仲立ちをしてくれると思ってね。で、どうかしら、キリカさん、あなたの率直な感想が聞きたいのだけど。そうですね、興味深い話だとは思います。ですがやはり受ける理由はないかと。でも受けない理由もない。そうじゃなくて？それは、さすがのあなたも少し戸惑ってるみたいね。ま、じっくり一晩考えてもらえるかしら。そのためにこの旅館を取ったんだから。返事は明日聞かせてもらうわ。最良の決断を期待してるわよ。ええ。そうそう、最後にこれだけは言っておくわね。あなたのその才能はとてもギルドの受付に収まるものじゃないわよ。それじゃまた明日ね。早いわね。もう上がったの？おいおい、これが早いって？たっぷり1時間は使ってたと思うんだがな。そう。なんだよ、珍しく考え込んでるみたいだな。ええ、あと一押しがなくてね。そうか。龍河先生が亡くなってもう6年か。ずいぶん旅をしたらしいな。ええ、あちこちね。でも旅だなんてそんな格好のいいものじゃない。
ただ大陸中を流れ流れてその片隅に引っかかっただけ。川を行く落ち葉がいいとこよ。それで前に言ってた答えとやらは見つかったのか？答えなんてものは今も見つからないわ。あえて言うなら、そうね、結論のようなものは見出せたのかもしれない。結論？ねえジン、どうして私が直接戦うことのないギルドの受付になったと思う？そうだな、俺やバルターのようなアホどもと同じ道を歩きたくなかった。案外そんなところじゃないか？あなたたちがアホというのは確かに否定はしないけど。おい、そこは一応否定してくれよ。私はね、確かめたかったの。父が説いてくれた活人剣の意味を。戦いを通して互いを高め合うというその理念を。確かにその理念は理想に近いのかもしれない。でもそもそも戦いが前提なのはどうかと思ってしまった。武人として生を全うすることの意義はわかる。その上で死が訪れても後悔がないのも理解できる。その考え方自体は私だって今も変わらないわ。でも父が亡くなってバルターがいなくなった時にふと思ったのよ。戦いを通さない活人の道、そんなのがあってもいいんじゃないかって。その答えを求めて大陸中を巡り歩いたわ。そして旅の途中でいくつもの争いや暴力を見ては自分の無力さを痛感した。そんな時に駆け込んだのがこのリベールのギルドだった。どんな時も民間人の安全を第一に行動するという組織理念。その理念のもとで働いていれば答えが見つかる気がした。だけど結局は戦いから逃れることができなかった。人が人である以上どこまでも闘争はつきまとう。ならその戦いを通してどう争いを収めるか、その現実を見据えた上で理想を歌う。それが先生の言葉だったな。ええ、そしてその考えからすると私は現実から目をそらしたことになるわ。おいおい、だからといってそうじゃないことはお前だってわかってるだろ。先生の言う現実は何も戦いだけを指しているわけじゃないんだからな。いいえ、それとこれとは別問題なの。この数年間私は決して自分の足で歩こうとしなかった。新たな活人の道、それを探すと言い訳しながら私は放棄していたのよ。ギルドの居心地の良さに甘えながらね。その意味で私は父の弟子の中では一番の落ちこぼれかもしれないわね。そのあり方の是非はともかく、あなたにしてもバルターにしても己の道を選び歩き続けてきた。父の説いた活人剣に正面から向かい合って自分の答えを出した。そしてそれぞれのやり方でこの世界という現実と向き合っている。結局私だけが歩いていなかった。いや、お前はちゃんと歩いてたさ。いや、お前はちゃんと歩いてたさ。え？
ただそれは他人のための道だったというだけだ。ギルドにいたお前は他人が進む道を踏み鳴らすためにひたすらに歩いた。そしてそれはまさに活人の道だったと思うぞ。もしかしてそれで慰めているつもり？悪かったな口下手で。とにかく俺が言いたいのはだな、お前はあまりにも強すぎて、あまりにも生真面目すぎるんだ。そしてその強さと真面目さがお前自身を縛っているように見える。だからキリカ、少し肩の力を抜けよ。少し、ほんの少しでいい。そうすりゃお前ならいろいろと見えてくるはずだぜ。ねえジン。あ、なんだ。私が国に戻ったら嬉しい？なんだいきなり。いいから答えて。そりゃどちらかと言われれば嬉しいに決まってるだろう。それがどうした？いえ、大統領の誘い受けることにするわ。おい、それ一体どういう？勘違いしないで。ただ旅を終わらせるきっかけが欲しかっただけよ。それと自分の力をより活かせる場所をね。久々にぐっすり眠れたわ。お二人とも楽しんでもらえたかしら？ええ、そりゃもう。おかげで英気を養えました。少なくとも新しい環境に挑戦してみようと思うくらいには。それじゃあ慎んでお受けします。ただし条件が一つ。何？聞かせて。私はあくまでも自分の信念に基づいて組織に身を置くつもりです。もしも組織の運用に少しでも疑問を感じたときは、組織そのもののあり方を容赦なく正していくつもりです。それでもよければ大統領閣下によろしくお伝えください。もちろんよ。遊撃士協会というある意味危ういバランスで成り立っている組織にいた人間、それをスカウトするということはまさにそういった役割も大統領は期待していると思うわ。どうでしょうか。それと仕事の引き継ぎもあるので帰国は 2,3 ヶ月後になります。その点もご了承ください。全く問題ないわ。共和国で会えるのを楽しみにしてるわよ。ええ、何か考え事？いや、さっきの話さ、引き継ぎが済むまで 2,3 ヶ月って言っただろう。ええ、そうだけど、それがどうかしたの？カルバードも忙しいだろうが、そこまで緊急の仕事が待っているわけでもなさそうだ。それなら俺もまだしばらくリベールにいようかと思ってな。何を言うかと思ったら、私に付き合う必要はないわ。あなたはとっとと帰りなさい。
へえ、まったく冷たいやつだな。いいじゃない。どうせこれからは、嫌でも顔を合わせることになるのだから。あ。はは、そうだな。何も焦ることはない、か。ジン、何をぼーっとしてるの？あ、おう、すまん。って、お前も一人でとっとと行こうとするなよ。Thank you.